兄さんかなんかでひろゆき君が出たのも、はいはいはい、YouTube でコラボしたのもやっぱり文句が出たんですよ。まあそれは出ますよね、うん、だってガーシーと一緒ですもんね。だって言うたらね、そうです、あの奥さんと結婚したのは本当失敗なんでしょうね、うん、だからリハックも止まったんですよ。庶民を騙す能力はめっちゃ高い。立花さん有罪になったんですか。あ、昨日ね、最高裁のあれが来て有罪が確定ですね。有罪確定になることになるんですか。はい、残念。いや、もう何もないです。2年6月執行猶予ね、今日から4年間何もしなければ問題ない。何でやられたんですか。NHK 党から当選した人が、うん、まあ、辞めていってそいつに対してお前がにせよと言ったことが脅迫、うん、NHK の集金人から、うん、まあ、ナビタンっていうのから情報、うん、個人情報を撮影、これ許可取って撮影したんですけど、うんうんうん、でそこから2ヶ月後ぐらいに個人情報をばらまくぞと、その NHK の会長をね、うん、こんな詐欺を下請け会社の人間がおばあちゃん8人ぐらいからキャッシュカード騙し取って特殊詐欺をしてたから、うん、これ直接会長をね話聞かせろと、うん、っていうことを言うときに、その個人情報をばらまくぞって言ったのが威力業務妨害と、うん、あと不正競争防止法違反。不正競争防止法違反ってなんやねんっていう、まあ、いわゆるあれですよ、楽天がソフトバンクの基地局のデータを持ち出したって、あれと同じですね。 あれもそうですね。これで不正競争防止法違反言うのかみたいな感じだったんですけど、その3つの罪で起訴されて最終的に、うん、どれが有罪になったんですか。いや、一応全部ですね。あ、全部有罪で、はい、全部有罪で、全部コンボでマックスね15年ぐらいはあったんですよ。休憩が2年6ヶ月で罰金30万か50万だったんですけど、罰金は認められなかった。それは経済的利益を求めてなかったから。看護戦は楽しかった。ちょっといじめすぎちゃったかな。僕は喧嘩しようという気持ちで行ってなかったんですけど、はい、川上さんがあまりにもちょっと法知識っていうか、もうだから世の中的にはもうなんていうかな、ちょっと川上さん残念みたいな評価が。ああ、まあでもそうなっちゃいましたよね。川上さん以外の人たちも結構誘ってるじゃないですか。例えば東国原さんとかね。そう、いや、それ東さんなんで来ないんですか。東国原さんも逃げてるし、もちろん西村博君も逃げてるんで。なんで東国原逃げるんですか。いや、多分今口喧嘩したら僕日本一だと思いますよ。やっぱり根底に怖いものがないじゃないですか。別にいつでも刑務所行ったるよとか、僕は正義のためにやってるわけでお金もいらないしっていう、で嘘本当ついてないんで。一番やっぱり心に刺さった言葉って、うん、今回の川上さんの対談で心に刺さったっていう、まあいろんなことがあったんでしょうけど、嘘ついてたら死ねるかって言ったら、うん、口ごもるわけですよ、うん、子供の喧嘩みたいでしょ、うん、お前命かけるかみたいな。それがみんな見てて50過ぎの大人が嘘ついたら死ねよとかって言ってることがおもろいって言って、川越線 裏でひろゆきが解説 ライブしてて余計面白かったです、うん、途中でどうなったかっていうと、立花さんが賢いっていう人は誰が言うんだって言うから、いや、まあ例えば堀江さんとか弁護士の高橋先生とかいろいろと人と僕話合うけど、川上さんと話合うの西村ひろゆき君ぐらいじゃないですかっていう話をして。川上さんが悪い人とは思わないけども、彼自身がなんか次の日結構謝罪してきたんですよ、ツイッターで。やっぱり忘れてたことが、その弱者の立場になって考えることを忘れてたんじゃないかって反省はされてた。あ、なるほど。だからそこは本当に僕もバカにするとかじゃなくて、なんか本当川上さんがそういうことを気づいてくれて自分を見つめ直してくれたことはすごい。ガーシーと揉めてたんですか。あ、だから揉めた原因ってシンプルに、うん、FC2 とそのドワンゴの、うん、あの横に文字が走るじゃないですか画面に、うん、あれが FC2 のものかドワンゴのものかで裁判になったんですよ、はいはいはい、で結果としてドワンゴが勝って、うんうん、FC2 がドワンゴに1億円払えという高裁判決で出たわけですね、うんうん、でこれを1億円をチャラにしてくれと、もしくは FC2 の高橋理央さんが日本に帰ってきても逮捕されないように計らってくれと、わけのわからん要件を2つガーシーがドワンゴに出しちゃったんですよ。それが強要罪、やる必要性のないことをやらせるのが強要ですよ。だ、僕みたいにただ脅しただけだったら脅迫で2年以下で、うん、犯人に関係のないことをやらせようとすると強要で3年で、金払いが恐喝なんですよ。脅迫、強要、恐喝なんですよ。でその強要罪で多分ドワンゴは刑事告訴してそれが受理されてるので、うん、ガーシーはそれはちょっとさすがにやりすぎじゃないのかっていうか、ガーシーは要は当時ちょうどそれを打った時、去年の8月だったんですよ、うん、ガーシーが当選した7月で、元電通の高橋さんが捕まったのが7月末なんです。まあガサ入れが入ったのが、で8月にガーシーがそれを打って、そのドワンゴもオリンピック関係があるから、ドワンゴの情報をくれたら
最大300万円の懸賞金あげるみたいなことやってますよ。でも被ってましたからね、角川さんのね、角川嗣彦さんの逮捕された時に、はい、そうですよ。だから川上さんは、川上さんも役員とかやってたんですから、うん、そうそう、今も役員ですから、うん、川上さんも捕まる可能性もあったし、うん、川上さんに関するそういう不正の情報をお金を払うから買いたいっていうことを、なるほどなるほど、それを川上さんは強要なのか、なんで訴えたのかは分からないけど訴えたと。それが受理されてるんで、ガーシーは納得できないっていう。FC2 の高橋さんがブロマガっていうので揉めたんですよ。ああ、最初はね、最初は、はい、先に FC2 がブロマガってやってたのに、やってた、そうですね、あの、はい、同じ名前でやっちゃって、うん、やっちゃえやっちゃえみたいな感じでやっちゃったらしいんですよね、あれも。特許を先にどっちが先始めたかじゃなくて、どっちが先に特許を取ったかでしょ、あれ確か、うん、だからそういうので高橋さんが怒ってたっていうのはありますよね。ひろゆきが昨日の配信で、立花さんはやっぱり嘘を言っているし、興味がないから対談したいと言ってました。私はそれならなぜツイッターで絡むか不思議に思います。立花さんどう思いますか。でもひろゆきってそういうやつですよね。そう、だからなんだろう、ひろゆき君は、いや、論点ずらしで、そうですよ、論点ずらしをそのまま川上さんが来たんですよ、僕に、うん、でわざわざ論点ずらさないようにあれ持ってきたんですよ、事前に資料っていうかスクリーンに書いてきたんですよ、うん、であなたが論点ずらししないようにって、あなたの方からどんどん論点ずらしていってるじゃんみたいな話になったんですけど、うん、まあひろゆき君も結局僕に嘘をつかれてるから対談しないとか言ってるんですけど、じゃあ対談して何の嘘つかれてるか言えばいいじゃないですか、うん、あの人ほらそうやって負けない試合をするようにずらしてくる人ですよね。彼のそういうところは使えるけども、本当に多分強い人の前では多分言えないんでしょうね。うん、多分そうでしょうね。僕とか堀江さんには多分絶対かかってこれないと思いますね。でも周りの人が勘違いしてる感じがすごいっていうか、まあまあまあ、要はね、知識ない人は、その西村博之君の言うことを、やっぱり真に受けちゃうんだよな。あ、いや、多分理解できてないんですよ、多分。ですよね。うん、理解できてない博之君の方が、逆に自分たちに近いから入ってくるんじゃないのかな。でもそっちの方が共感されるっていうのは確かです。うん、だからね、僕ね、パチプロをしてたんで、はい、パチンコの勝ち方って、めちゃくちゃ難しいわけですよ。算数100点取れるぐらいの統計と確率がわからない人に説明しても無理なんですよね、はいはいはい、でも本当に勝たせてあげようと思ったらちゃんと一から教えるわけですよ、うん、でもバカな人って早く手っ取り早く勝ちたいから、うん、当たる方法を教えてくれとか言ってくるんですよ。パチンコの当たる大当たりする方法を教えてくれって、はい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 、でもそういうものはないと。でその確率は変えれないけども、釘調整とかでどれぐらい回れば何時間打つといくらで勝てますって、うん、あ、まあだからそういうね、本当のことを言う人の方がやっぱり支援者少ないんですよ。でもそこをでも言い続けないといけないと僕は思ってて、はい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 、だから分かってくれる人だけ分かってくればいいよ。やっぱ堀江さんの言うことっていうのは本当に時間が経って分かってくるんで、堀江さんが言うことは絶対やと。で、堀江さん間違ったらちゃんと間違ったって方向修正するじゃないですか。だからね、堀江もの犬とか言われるんですけど、僕が、え、堀江門の犬って言われるんですよ。その通りやって言ってるんだけど、そんなこと言われるんですか。いや、だから堀江さんの言うことを聞くっていうのは、僕は堀江さんの将来見る力がすごいから、自分は見れても5年後ぐらいだけど、堀江さんはやっぱり10年20年先が見れるからね。ひろゆきは逃亡犯であるのに逮捕されないのが不思議です。いや、ないからね、刑事じゃないからね。民事訴訟の賠償金をばっくれて実質的に逃げてんだけど、そうですよね。だから未だに被害者出てるんですよ、うん、間接強制って言って、彼の義務っていうのは名誉毀損を書いた2チャンネルを消しなさいなんですよね、うん、それを消さないと1日5万円とか3万円っていう、本当、うん、ひどい話ですよね。あれで多分人生ボコボコにされた人たちいっぱいいますよね。未だに消されてないから、うん、調べようと思ったらまだ見れるわけですよね、うん、だからリハックも止まったんですよ。日経とテレ東が組んだ番組が100万超えたんだけど、はいはいはい、やっぱり日経側としては、うん、どうしてもひろゆき君を使うっていうのはやっぱり日経の支持者からすると許せない。確かに、うん、だからクレームは入りますよね。クレーム、そのだから財務省かな、国税の確かニーサかなんかでひろゆき君が出たのも、はいはいはい、YouTube でコラボしたのもやっぱり文句が出たんですよ。まあそれ出ますよね、うん、だってガーシーと一緒ですもんね。だって言うたらね、そうです、それはそうです。だから罪の償いをしてないんですよ、いくら民事とはいえね、うん、結局ひろゆき君は外国に逃げて、民事は外国に逃げても時効が成立する、もう刑事は外国に逃げるといつまでたっても時効は成立しないで、うんうんうん、やってることは両方とも違法行為であって、うん、まあガーシーは言っても大した罪じゃないんだけど、ひろゆき君はもう何十億っていうお金を踏み倒してるんで、うん、被害者はひろゆき君が多いんですけどね。
検察はそういうのはあれなんですかね、関係ないんですかね。それを分かっている我々賢い人は、ひろゆき君ってやっぱりそこ罪償ってないから、しかもお金がなくて踏み倒すんだったら分かるけど、ひろゆき君の場合はお金あるじゃないですか。そうなんですよ。ですよね。でいくら時効だと言っても自然債務って言って、別にそれ弁済してもいいわけですよ。弁済する気はないと思いますけど、ね、そうなんですよ。だからその弁済する気はないのはまさに道徳としてね。あ、道徳ないと思いますよ。ひろゆき君の悪口言っても仕方ないけど、僕は堀江さんとひろゆき君の違いって言ったら失礼かもしれないですけど、堀江さんって本当全体のことを考えてるんですよ、国のこととかね、本当に厳しいことも言うけども、この国のその自動車産業がものすごい落ちてきてる中でね、ロケット事業を展開して国のね止める人を増やすことによって、この国のまあ貧困層の人も安心して暮らせるように一生懸命やってると。でもひろゆき君は国の富のために何もしてないんですよ。する気ないですよ。それは。だからそこの違いめちゃくちゃ大きいんですよ。彼は、僕は能力は、発想はあると思います、僕。あ、嫁がうざいです。あの、奥さんと結婚したのは本当失敗なんでしょうね。お子さんがいること自体も隠してるようなんですよ。まあこれ言うとまた僕叩かれるんですけど、でも子供さんができて、本当に奥さんに、おとなしくするように言われちゃったんでしょうね。多分そうでしょう、ね。本当そうだと思うんですよ。別にそれはそれで、だからひろゆき君の魅力があの奥さんによって死んじゃってる。餃子屋の時もそうだったしね。あの人出しゃばってくるから意味わかんないし、なんかお前と仕事してねえし俺っていう。ひろゆき君と堀江さんがね、仲直りというか一緒に仕事できる人と思って期待してる人いると思いますけど、こんなん絶対無理ですよね。もうあの嫁がいる限り無理です。あの人ちょっと左翼系なんで、左翼系の人ってなんかおかしいですよね。まあおかしいというか、やっぱり人気が出るんですよ。数が多いから。あ、そうなの？いや、それはだって不満持ってる国民めちゃくちゃ多いから、その不満を持ってる国民の代弁者みたいになって寄り添うから。あ、そういうこと。だからテレビとか出れるし、人気があるんですよ。要はバカに迎合するから。やっぱある程度はいるんだ、そういう人が。います、います。それはもう僕、ひろゆき君がなぜそんな人気があるのかなって研究したらそこですよ。うん、なるほどね。自分に近い意見を言ってくれて、貧乏人の味方とか庶民の味方みたいなコメントを連発するわけですよ、うん。でも一方で自分は高いワイン飲んで、でも飲んでるけどそんなに無駄遣いしてませんよ、またアピールするわけですよね。なるほどね。大して金は使ってないよと、はい、っていうアピールはするから、いい服も着てないけども、でも実は裏側ですごくリッチな生活をしてるっていう。なるほど。究極の庶民を騙す能力はめっちゃ高い。すごいですよね、それって。それすごいな。